皆さんこんにちは。はじめまして、おばじです。にゃんこ大戦争、いざ出陣。どうなるんだろう、どうなるんだろう。 だいぶ強くなったつもりなんだけど、私ちょっと まず距離ちょっと見させて、距離見させて。今すごい緊張してんだけど、私だいぶ強くなったはず。あ、ちょっと上げすぎちゃった。800円まで上げればよかったのに。ちょっと初登場するよ。猫なんだっけ、この飛ぶ猫。ああすごいすごい。ちょっとこれもしかして怒涛の快進撃の始まりじゃない。トースター行くよ、トースター。発射 OK を、ちょっとちょっと射程距離が梅干しの城まで行ってる。あれ、城にはダメージ与えられなかったか。待って、忍者猫忍者も。あれ、ボスキャラ倒したんじゃない。あ、いけそうな気がする。やった。最高の梅干しゲットしました。もうね、これちょっと結構どんどん次の県いけるんじゃないかな。もう大阪だよ、大阪。大阪なんだろう、たこ焼きかな、お好み焼きかな。カニ道楽の看板かな。いざ、出陣。怒涛の快進撃始まるかどうか。あ、反射神経が鈍くてね、ちょっとね。お、ちょっと大阪府あれだった、お好み焼きとかじゃなかった。なんだっけこれ、私大阪行ったことあるのに。ああ、大阪の人に怒られる。これわからん、これが何なのかすぐ出てこないなんて。ちょっとなんで羊出てくるの。羊大阪になんか関係あり。ちょっと強いじゃん。なんだっけな、大阪の、大阪の、あ、出てこなかった、ごめんなさい。なんだっけ。よし。まずね、行けるとこまで行って、でもな、宝物も後からね、回収したいと思うんだけど、今はとりあえず、どんどん、次の剣を制覇していきたいと思ってます。いざ出陣。京都です。京都は何。ちょっとおいでやすです、おいでやす。トースター行くよ、トースター。はしゃオッケー。猫ソウルがね、いまいちよくわかんないんだよね。だって別にさ、ベホイミとか使えるわけじゃないしさ。なんかトースターが見てるだけで可愛いんだけど。もうどんどん行け、どんどん行け。怒涛の快進撃だ。よし。あれ、漬物を、最高の漬物ゲットしました。完全勝利。新たなキャラクターが出現しました。パワーアップ画面から取得可能です。どれ？猫の缶詰？何これ？移動速度で最速を誇る速攻型キャラクター。猛ダッシュから繰り出す一撃で敵を一気に粉砕する。よくない？ちょっと猫ゾンビがさ、この手前に猫ゾンビがいるんだけど、猫ゾンビパスして、猫の箱詰め、キャラクター取得、猫缶を使用しますが、90、大丈夫だ。持ってる。猫缶を使用します。で、パワーアップ。あれ？このね、射程距離をね、最大にしたい。射程。あと、攻撃力は無理か。じゃ、チャージレベルを、あれする？チャージを、レベルを上げました。すぐに溜まるように。
よし。待ってね、キャラクター編成で、ね、すぐに敵が来た時に困るから、50円の子も用意しておいて、で、相撲猫はもう引退。うん、相撲猫はもう引退です。解放されましたとかいうのがね、どういう意味なのかわかんないんだよね。解放ってどういうことなの？ここ押さないと使えないってことなの？では次奈良県行きます。奈良県は鹿かな、もしかして。違うか、あの奈良修学旅行で、高校の修学旅行で行ったな、奈良県。あ、大仏様じゃない。なんかもう、なんか私し結構ね、信仰、あの特定のどこかには、特定の何かを信仰してはいないんだけど、あ、ちょっとおしゃべりしすぎておろそかになってる。特定のね、信仰はしてないんだけど、でもね、あの、信心深いんですよ。なのでね、あれちょっと編みすぎた？あー、ちょっと待って、猫の缶詰どうなるんだろう。ちょっと猫の缶詰行きたいと思います。猫の缶詰、あ、猫の缶詰じゃない、猫の箱詰め？なんだっけ？え？あ、箸置け。よし。もし、ちょっとなんか、快進撃できるかもしんない。ちょっと大仏様をさ、倒すのがちょっと抵抗あるんだけど、なんか自分がすごくレベルが上がったからかね、あんまり、あのね、あの、まあ、羊だからかな、なんか、他の、カバ出たとかね、ゴリラ出たみたいなね、驚きはない。お、粗悪な鹿？はい。ゲットしました。このまま次々行きます。三重県へ、いざ、出陣！なんだこれ、鳥居の上に牛が乗ってます。ああ、私、あの、大丈夫かな。あの、新年の初詣にね、神様にお願いした願い事、却下されないか心配です。牛の上に神社でもよかったんじゃない？どうか私の願い事が却下されませんように。神様ごめんなさい。完全勝利です。続いて滋賀へ、いざ出陣。これはタンタンタヌキ様じゃないですか。なんか、まあ今もあるかもしれないけど、子供の頃ね、よくお蕎麦屋さんの前とか旅館の前とか、出た赤いトド、いろんなところでね、タンタンタヌキ様がね、銅像がね、立っていらっしゃいました。ごめんね、負けられない戦いなの。よし、箱猫行け。タンタンタン抜き、ごめんなさいね。完全勝利です。続いて福井へ、いざ出陣。あ、で、すぐカバが出てきた。まずい、まずい、まずいぞ。鳥猫、猫鳥、いけるか。ミサイルでしのぎました。赤豚も出現。このバナナの箱にね、詰められたね、にゃんこたちはね、なんで僕らを捨てたにゃーっていうね、怒りとともにね、バットを振り下ろしてます。バット釘だらけです。あ、なんかこれまでのボスキャラみたいなのが次々出てくるよ。トースターからパンが飛び出しました。カバの顔面にアタック。この城は鍾乳洞でしょうか。完全勝利です。お宝、粗悪なメガネゲットしました。
快進撃が止まらない。次は石川県へ、いざ出陣。お城は兼六園でしょうか。あ、違った。これはもしかしてお口から火を吹いていらっしゃいます。箱猫行け、箱猫行け。ある意味バット対バットの戦いです。完全勝利。普通のお寿司ゲットしました。続いて愛知県、いざ出陣。ちょっとマイクの確認してる場合じゃないよ。マイクを覗き込んでました。ランプが青くなってるか赤くなってるか、そんな場合じゃない。なんか音楽がこっから変わるんだけど、ちょっと金の社長子だよ。愛知から音楽が変わったんだけど、何か愛知から、なんで変わったんだろうここで。ああ、トド出た。私が一番可愛いと思ってる子たちを今、まず発射。よし。はい、バナナのね、段ボールに入ったにゃんこたち。この子たちはね、世の中の理不尽さに怒りを覚えてます。ああ、すぐなくなっちゃった。やばい。ちょっと叩かないでよ、私の城を。なんで俺たちを捨てるんだ。そうだ、その怒りをぶつけるんだ。発射 OK。 で、トースター発動。いけんじゃない。なんで俺たちを捨てたんだ。なんで俺たちを捨てるんだ。はい、箱にゃんこの活躍で粗悪な味噌ゲットしました。 OK。 岐阜が初めてだ。こっから初めてです。岐阜、いざ出陣。岐阜も雪降ってるよ。あ、ちょっと何？あ、わかった。世界遺産があるんじゃない？ちょっと。でもなんだっけ？世界遺産の名前が出てこない。あ、発射の距離、あそこまで行くんだ。よし。私の心的には世界遺産は大事に思っております。もう出てこない？あ、勝った。やり直したりとかしてたら経験値が10万超えてんだけど、何もしないでこのまま戦闘行きます。富山は初めて。富山は本当の初めて。いざ出陣。どこどこ、何、イカだよ。ちょっとホタルイカかな、わかんないけど。発射の下距離、よし、いけ、発射です。よし、じゃあ箱にゃんこ行くよ。箱にゃんこ、あ、駆けつけたらもう勝ちました。粗悪なホタルイカゲット。何これ、北陸の豪邸発動だって。なんか止まんない気がするんだけど。静岡でやめますか。快進撃が止まらない、そんな気がしてるんだけど。なんかね、ここまでいけると思ってなかったんだよね。なんか まだまだいけそうな気がするので、怒涛の快進撃、静岡で終了したいと思います。最後なので
勝利で収めたい。富士山じゃん。ちょっと富士山破壊するの、まあしょうがないね。箱詰め、箱猫を出したいです。名前なんだか忘れたけど、箱猫でよかったかな。お、ちょっと富士山はびっくりした。富士山が象に変わったのかと思ったよ。ちょっと待って、ここはまずい。ちょっとまずい。まずいまずい。え、ちょっと最後勝利で終わらせたかったんだけど、終わらせたかったなんて過去形で言っちゃダメよ。きっと大丈夫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 。このね、この子たちを信じよう。なんだ、余裕かましてた私。いや、もう今回ちょっともうどこまで勝ち続けるかわかんないからって。この象はただものじゃないぞ。すみません、ダジャレ好きです、おばさんなんで。まずいまずいまずい。え、ちょっと象のさ HP とか出ないんだもんね。え、ちょっとどうしよう。あ、俺ちょっと あれだ、金属バットの一撃で最後ゾウはお行きになりました。これはいけるかもしれない。あ、なんか細かいのがいっぱい出てきたよ。ちっこいのがいっぱい出てきた。でも負けないぞ。はしゃ、よし。あとは富士山めがけて。富士山ごめんなさい、富士山は日本の宝です、本当に。っていうか今まで出てきる各地の名産全部日本の宝なんだけどね。あのゲームなのでお許しください。まだ出てくるかな。さっき思いがけずゾウだっけ、ゾウが思いがけず出てきたけど、あれ、いける、いけそう。あ、もう今回負けると思ったのに。勝ちましたね。あ、なんか最後のね、静岡は やっぱりね、富士山には負けちゃうよなって思いました。でもね、ちょっと自分でも勝ててびっくり。高評価いただけるととっても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。